ということで、まずはその桜セブンズ、リオデジャネイロオリンピックへの出場が決まった女子7人制ラグビー日本代表チームの選手が12日東京都内で開かれたイベントでリオに向けての抱負などを語りました。メダルを金メダルを取るためには、イベントに参加したのは日本代表桜セブンズの鈴木美咲選手と清水真由選手です。2人は東京日本橋の高島屋で開かれた東日本大震災復興支援のトークショーでオリンピックへの抱負や震災復興について話しました。どうですか、仕上がりの方は鈴木選手。そうですね、まだ私たちメンバー選考まだまだで、オリンピックにベストなメンバーで、しっかり結果を残せるように今みんなで切磋琢磨しながらレベルアップを図っている最中です。私の強みであるタックルだったり、体はそんなに大きくないんですけども、がむしゃらに前に出る姿っていうのをもっともっと強化して世界の中でも通用する選手になってオリンピックで活躍したいなと思っております。個人が強くならないと、そのオリンピックで金メダルっていうのは絶対に無理だと思うので、自分自身が世界一のプレイヤーになれるようにと思って練習します。しっかりした18歳ですね。スポーツを通しての復興支援というのはものすごく大きな力があると思うんですが、その辺はお二人もこうスポーツをされてて感じることとかってありますかね。女子ラグビーってすごく泥臭くて、ひたむきなプレーっていうのがすごく私たちの特徴ではありますので、そういうところを見て、あ、なんかパワーだとか勇気だとかっていうのを皆様に感じてもらえるように、私たちも一つ一つ その試合だったりとか練習だったりとかひたむきに頑張っていけたらなと思っております。東北の方の方からやっぱりすごく応援をされることってあると思うんですけれども、そういう応援を受けるとやっぱりかなり力になりますよね。はい、すごいやっぱりその応援されてるっていう応援の力がすごい自分のプレーとかにもすごい力になってるので、すごい助かってるっていうかありがたいです。ズバリオリンピック出たとしたら何色のメダルを持って帰ってきてくださいますかね。金メダルです。素晴らしい。全然ここリハーサルなかったんですがぴったり声を合わせて、すみません、ありがとうございます。最後には募金箱を持って復興への支援を呼びかけました。